不倫を隠し、5億円を請求。芸能人に学ぶ夫婦問題。上原さくらさん、青山浩二さん。タレントの上原さくらさんは2010年、経営者の青山浩二さんとの婚約を発表。上原さんは2度目の結婚であり、離婚から1年ほどしか経っていなかったこともあり、注目を集めました。しかし結婚生活は長続きせず、2013年、青山さんがブログにて離婚協議中であることが発表。当時のフライデーに掲載されたインタビュー記事では、上原さんに2車両、財産分与として5億円も請求されたことが語られており、同じくフライデーで完全犯罪で、 とという肉声が出るなどしたことで騒動はヒートアップ離婚調停中の2013年上原さんのラブホ不倫またまたフライデーが報道この不倫が原因で請求していた慰謝料財産分与ゼロになりイメージも大きく悪化したためかテレビでも見かけなくなりました実は不倫は財産分与に関係ないんですもし青山浩二さんが10億円の財産を結婚してから貯めて持ってたとしたら上原さんの請求する5億円ってのは多分通ったはずなんですでも財産が隠されていてそれかなくなっちゃっててゼロになっちゃったっていうケースだと思います しないと絵に描いた餅になっちゃって笑われてしまう結果になります。